チャンネル66。はい、おはようございます。66順です。はい、今日は外から。今日はどこにいるって。ここです。岐阜羽島駅です。今日は7月の24日かな。実はね、奈良のね、友達のお店アンボイ今岸くんのところでイベントがあるってことで、突撃サプライズです。何もね、僕行くって言ってないんで、これから行っていこうかと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いします。どんな表情で迎えてくれるか楽しみですね。行ってきます。京都駅です。ここでね、誰かと待ち合わせなんですが、まだ来てませんね。ちょっと待ちますか。ちょっと僕の方が早めに着いちゃいました。ここで落ち合って、今から奈良までサプライズの、はい、旅です。よろしくお願いします。びっくりするかな。仙徳奈良、僕ね、奈良到着です。はい。観光じゃねえよ。仕事仕事これ。めっちゃ仕事よ。思い出すぎここから3日間おかしなことになっちゃうでしょ。そうね、仕事もう初めてのアンボイ、そうね、楽しみ、めっちゃ楽しみなの、ね、本当に高校 の旅行以来奈良に到着。冬はね、雪も降るんです。雪降らないけど、もうちょっと冬寒いですよ。ああ、そうなんだ。もうちょいで着きます。アンボイさん。すぐ。いや、楽しみだな。しかし暑い。さあ、左に曲がってどうかなって。こんにちは。いや、休んできたの。仕事してくださいよ。仕事してきたんだよ。仕事一生懸命してきて。いや。まさかの。出た。いや、もう乗せる。乗せる。いやもう本当におめでとうございますなのこれ。違う、来ちゃった。ございますよね。違うの。お土産。いやもう本当に嬉しい。あ、もっとすごいリアクション取ってくれるかと思って。すげえ。ありがとうございます。シェフダウン。うちの店基本店内撮影禁止なんで。はい、すいません。全然俺気にしないけど、全然気にしないけどね。はい、はい、次の目線そらした。あー、涼しい。よいしょ。暑い。
暑い。あもう来ちゃった。看板ないっけ。驚かした。そうそうそう。何日間驚かした。お店を休めて発表してないんですか。いやいやいや、オープンって何時間だったんですか。本当だって、だから今までずっと何も発表せず、ただ張り紙。ひどいでしょ。ひどいでしょ。結構、ちょっと前から。そうそうそう。前から、うん。ここは、いい、あの、時期に出るとかね。うん。すごい。先週息子さんが建てられたそうそう知らなかった知らなかった先週うちの息子がその東京駅の奈良駅の近くのおでん屋さんですごい美味しかったって帰ってきた夜奈良駅の近くって言ったら安房に近いなってしてなんて名前って言ったら酒もなんとかって言ったら、その時分かんなかったその名前もで今聞いたらそこだっておおすげえそう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 ねっうんそうそうね、うん、それも本当にあの全然、ああ、ありがとうございます。もう邪魔じゃないですか。ああ、すいません、ありがとうございます。先生の道もない。あ、見てた一応。その代わり YouTube 載せるけどね。いや、YouTube 載せるけど。でもこの顔だけ。それは顔だけ。どうも、アンボです。YouTube 発送しました。はい、よろしくお願いします。アンボよろしくね。アンボやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。はい、こんにちは。アンボイの南西くんです。おはようございます。こんにちは。今日なぜかゲストで林さんが来てくれて、はい、もうサプライズで驚かそうと思ったんだけど、驚いてくれたか分かんない。初めて YouTube で出させてもらいます。はい、よろしくお願いします。今日はイベントってことで、はい。何のイベント？イベント自体は昨日の金曜日からさせていただいてて明日までやってるんですけど、うん、うちで取り扱いさせていただいてるマウンテンジャムのブランドのあれですね、オーダー会ですね、はい、はい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 、やらせていただいてます、はいはい、でまあこれは全部カジュアルウェアなんですけど、うん、セミオーダーでサイズを全部自分でご指定して作っていただけるんで、うん、まあご自身の専用の一着がご自身専用で一着、はい、はい、はい、ああ、そうです。では年いっぱいイベントでやらせていただいている、はい、オーダー会になります。なるほど。はい。ではちょっと今、ちょっと手島さんいないんですけど、メーカーズの手島さんのところのコード版ラインも一緒にオーダー会してるんで、はい、はい、うん。毎年やってるってことで。そうですね。毎年やらせていただいてるんで、ね、うん、今日もいい感じで、そうだね。はい、うん、毎年、はい、やってるんで、はい、ぜひぜひ、うん、はい、皆さんで、その中で林さんがなぜかいるっていう、はい。土曜日休んでます。土日休んでます。土日も休んでます。はい、しかも3連休だしね。ひどいですね。でもありがとうございます。いい、とんでもないです。じゃあ、お邪魔します。はい、今ちょっと、はい、お客さんいらっしゃるので、はい、よろしくお願いします。はい、どうもどうも。はい。今年2日間だったです。シェイクダウンの山田さんです。これも買うの俺。ですよね。そういう流れですよね。マジで。うまっ。うまい。はい、メーカーズの手島くんでーす。はい。はい。リフでもやろうと思うんで、はい。コードバー、バッチリ買ってみて、よろしくお願いします。はい。